皆さんこんんここににちはこんにちははスタジオです今日もまた小ネタでいきたいと思いますえまた小ネタおやじするのそうだよそれとね今日からは小ネタおやじというのをやめようと思うんだおやじってねこのキャラクターの感じからしたらおやじというのはちょっとかわいそうに思うんだよ確かにねだから小ネタおやじはやめて。 小ネタニキに変えるからねはいなんか理由がよくわからないけどまあそれの方がいいよねはいそういうことで頑張ります今日はどんなネタをするの今日はねいろいろここにオーディオループがありますリージョンとかクリップというんだけれども例えばこういうようにドラッグしてくるよねこういう音素材全般をクリップとかリージョンとか呼ぶのだよ それをうまく攻略する方法をやろうと思ってるんだよねえそれってそんな難しいことなの解説するほどのことなのかなみんなそう思うでしょでもねなかなかうまく使えてない人もたくさんいるんだよそうなのねまずねこのループ素材を見てくださいお金を出して買ったやつなんだけどねでもこれ小説にうまく合ってないよねこういう時は どんなようにしたらいいかそれは分かってるよねそれは前に勉強したから分かってる。2も、り、左の方の店舗のところをタイムストレッチにするんでしょ。そうだね。はい。そうやっておけば、次から入れるループ素材も全部タイムストレッチができるので、このように入れてもちょうどきっちり小説にフィットします。ただし、タイムストレッチができない音源もあります。 例えばこれはどうかなできないのあったあったこれほら中途半端でしょ同じ 100bpm のところから持ってきたのにそうなんだよこの2つの違いどこで見分ければいいかわかるかなそれはわかんないよこれはね右クリックしてねここにファイルテンポっていうのがあるだろうここでファイルテンポが ちゃんと分析できてるリージョンはこのように追従するんだよでもこちらを見てみようほらファイルテンポが未設定になってるよねこれは WAV ファイルを作るときにファイルテンポを一緒に書き込む企画の形式というのがあるけれどファイルのテンポを書き込めてない WAV ファイルというのもあるんだよそういうこともあるんだねそれはわかんないそんなときはどうしたらいいんですか そんな時はこれを縮めるしかないよねその時はオルトキーを押しながらお尻の方にマウスを合わせるとこのように時計マークみたいなのが出るんだよこれをマウスで縮めるとスナップもオンになってたからきれいに揃ったんだよねこのようにタイムストレッチというのができるリージョンとできないリージョンがあるということも 少しし頭に置いておきましょうそして次なんですけれどもお金を出して買ったからすごく正確なデータと思ってたらそれも間違いですもちろんドラムのプレイヤーさんによっていわゆるグルーブというのがあるので別にきっちり合ってることが正しいわけではないんだけれどもでもこのように微妙にずれていますわかりますかちょっと突っ込んでるっていう状態ですよね そしてこういうのを直す方法はいろいろあります例えば一つはこれをきーンタイズかけるという方法です。キキーーボードの Q の Q ーを押しますそうするとこのようにベンドマークというのができてちゃんときーンタイズができてるんですよそうすると先ほどのところなんかもこのようにきっちりしたタイミングになるのですちょっと元に戻しておきましょう 今度はじゃあ手動で直すやり方です。普通、皆さんがやってるのはこの時はこのスナップを外しておく方が作業がしやすいと思うんだけれどもここでカットをしたりしてそしてここでもカットをするでしょそしてこのようにしてクリップをずらしたりするんですよねこれでうまくいったように思いますが後ろはちょっと重なってますがそれはいいとしてこれまた短くしたり。 こういう風にしているとここでちょっと途切れた感じがあったりして音がうまくつながらない場合があるんだよねうんそうそう私もそんな風になってノイズが出ちゃった何かわからないけどプチッと音が鳴るんですそうだからなるべくこういうような切り方は良くないんだよねじゃあどうするか一度元に戻すねこんな時は。 分割ツールできるというところまではそれでいいんだけれどもここからです Windows では Ctrl と Alt を押しながらマウスを近づけるとこのようなアイコンになりますこのアイコンになった時はこうやってリージョンをスライドするとこのようにリージョンの中の音データ自体を移動できるんですそしたら端が切れたようになりませんよねもう一回やってみますね 例えばこのビートは綺麗ですねあこちらの方こちらのアタックもまたツッコミ気味ですよねこれなんかをまず適当に切りますそしてコントロールとおると Mac ではコマンドとオプションだと思うんですけれどもこうやってリージョンの中身だけ動かすことができますこういうようにしたら何がいいかと言ったらこのリージョンを このように選択しておきますはいこのように今切れてますよねこの時にキーボードの X のキーを押すとクロスフェードがかかりますクロスフェードがかかるとこのつなぎ目を自然に繋いでくれます大きくしますこういうことですわかりますかそのクロスフェードってとっても大事ですねそうですよこのクロスフェードの X という ショートカットキーを覚えておきましょうはいこれがリージョンのカット編集の一番の理想形でこれも音のズレの修正の編集方法の一つですだかがクリップの編集と言っても奥が深いでしょう。そうですね今日はもう終わりですかいやいやもう少しはやっていきたいと思いますこのリージョンは一旦消しておくねこの一つのループに注目をしてみましょう 普通はこれをコピーとかした時にはどうなるかこれは T のキーを押すとこのように複製できますよねはいそれは私も知ってますじゃあ例えば Studio1 のとっても便利な新しい機能ゲインエンベロープを使ってボリュームを調整したりしますこのゲインエンベロープはオートメーションに代わる便利なもので例えば 音を小さくしたい場所があれば、このように、いくつかのポイントを作っておいて、そして、これで、このように音を下げたり、すると小さくなったり、または、これで大きくしたり、こんな風にできるんですけれども、今、見ての通り、コピーしたリージョンも、同じようにシンクロして、設定が変わります。これは、とっても便利な時もあるし、こうなって欲しくない時もある。 最近になって、スタジオワ o n e に新しくできた、便利な機能があります。それはどういうことかといいますと、このようにもう一度戻します。この状態にしまして、これを複製しますよね。そうしたときに、右クリックをして、オーディオメニューから、新規クリップバージョンというところを選択します。 このようにするとバージョンが管理できてそしてここに小さな文字ですけれども2というのがわかるようになりますこれを右クリックするとこの上の方にも1 0 6 s h h 3というファイルだけれどもそれの2つ目ということがわかりますこれをもう一度複製をしますそして右クリックします 今は2つ目という風になっていますがこれも新しいクリップバージョンというようにしましたらこのバージョンが3に変わりますこのように3つは同じファイルからできてるんだけれども全く違うものとして扱われて先ほどと同じようにここでこういうような加工をしたときにも1つのリージョンだけに影響があります こういう新規クリップバージョンというのもうまく活用してください同じクリップというのは便利な時も不便な時もあるので気をつけてくださいわかりましたなんかちょっと複雑だけどねでは次のお話をします今日の最後はドラムのループが画面にあるので前回の復習をしておきますこのようなドラムのリージョンとかは次のアタックのところに カーソルを飛ばすのはタブのキーを押すとこのようにもうスタジオアンではオーディオを配置した瞬間に分析をしてくれていてタブのキーを押すとこのようにちゃんとアタックを探して飛んでいってくれます戻っていくのはコントロールとバックスペースキーですコントロールをしながら、 バックスペースを押していくとこのように前に戻ることができますそしてタブキーが後ろにアタックを探しながら動いてくれますはいいい復習になりましたでは今日の小ネタを整理しますとまずはオーディオストレッチのお話とそしてビートのアタックがずれていた時などのリージョンの動かし方コントロールとオルトを押しながら動かすと クリップのつなぎがいいこと、そして、ゲインエンベロープなどを使って、クリップに編集を加えるときに、複製したリージョンにまで影響するのか、しないか、それをうまく扱うのが、新規クリップバージョンという機能で、これは、スタジオ1の3とか4を使ってるユーザーにはできない機能ですが、また、アップデートをしたときなどに、試してみてください。そして最後は 前にも説明した復習でしたが、タブキーでアタックを検出するという話です。その客に戻るときは、コントロールと BS キーで、先頭の方に戻っていきます。今日も勉強になりましたかはい、いつも勉強になっています。それでは次の小ネタ動画まで、皆さん楽しみにして待っていてください。また小ネタですかそうですよ。 もういじられなれましたからね。ということで、今日は終わりにしたいと思います。村長スタジオでした。ありがとうございました。ま,た,まったね。